ネット競馬新春スペシャル現役馬ドラフト。よっ。はい、ということでおなじみの予想家のお二人と、そしておなじみ競馬芸人のお二人とともにお送りしております。お願いします。よろしくお願いいたします。さあ、この現役馬ドラフトルール説明はですね、動画の前編にございます。ぜひ前編の動画もお楽しみいただきたいと思います。そしてここからはですね、いよいよ小馬の指名となります、はいはい。まあ、前編は3歳馬の、ね、指名でしたけれども、今回はボバの方がなかなか難しそうな感じはありますけれどもね、うん、皆さん、ね、賞金獲得しちゃってますからね、うん、ボバの方が強い馬って、うん、強い馬はね、うん、一応賞金獲得1億円未満という条件がついてますから、うん、この中でしかもどの賞金が高いレースをね、うん、指名馬狙っていくかというところが、はい、皆さんの戦略が問われるところかと思いますけれども、さあ、それでは参りましょう。小馬のドラフト1位とする現役馬、皆さん入力してください。ここは入札でございます、はい、重複がありますと抽選が発生します。こちらの端末へと送っていただきたいと思います。ローテーションもなね、どこを使ってどの G1、 そうなんですよね。そうですね、若駒の方が分かりやすいっていうのはありますよね。太郎が来そうだなこれは来ない、三歳馬はね、キャプテンさんの太郎さんが重なりましたのでね単純にこうどんどんもう指名してくるのちょっとこれ読めないから楽しみですね、小馬は、はい、かぶんなそうですもんね。なんかこれかぶったらなかなか。それでは発表いたします。第1回選択希望小馬、オミワンレーシング、ヤマニンウルス、ボア4歳、立東斉藤隆厩舎。オミさんはヤマニンウルスになりました。攻めましたね、割と変化球。まあ新馬戦は過去一のパフォーマンスですけど、まあ、順調に使えれば。続いてまいります。第1回選択希望小馬、キャプテン渡辺相葉会、レーベンスティール、はい、ボバ4歳、美穂田中博康厩舎。これはそうなんじゃないですか。まあ、いや、まあ、分かる、分かる、そうですよね。続きまして、うん、第1回選択希望コバ、メシウマホールディングス、オメガギネス、はい、ボバ、はい、美穂、大和田なる厩舎。いやー、そうか、1位で来んのか、やらしい男だなさあ、そして第1回選択希望コバ、タロードラゴンズ、サボーナ、うーん、ボバ4歳、はい、立東中田和也厩舎ゼガヒでも、はい、ということでこの一巡指名コバは重複がございませんでしたので、うん、皆さんそれぞれ指名確定ということになりました。ではそれぞれね、指名の理由と伺っていきましょう。まず尾身さんは、はい、ヤマニンウルス、はい、もうダートから攻めました、はい、ダート3戦3勝ですかね今ね、はい、もうその単純に今の芝の方を考えたときにジャスティンパレスとかそこに対抗できる馬を探さなきゃいけないんだって思ったんですよ、うん、だったらそのダートでめちゃくちゃ強くて3歳まだ体完成してなくて取っておいたからこそまだ G1 に参戦してない馬いるぞってなって、じゃあそこ取った方が G1 取る確率高いだろうっていうのでの。ダメだ、尾身さんに競馬を教えすぎて思考が一緒だいきなりダート行くんだと思ってダートはこう層が厚いのでね、うん、賞金を順調に積まないと、結構積まないとっていう、ね、G1 にはっていうところはありますけれども、うん、ただそのポテンシャルはあると、うん、2勝1戦あたりで化け物だこいつってなったと思うんで皆さんもきっと、うん、まあまあ確かにね、うん、続いてキャプテンさんはレーベンスティール。僕これ被んなかったらめっちゃ嬉しいですね。いや、僕2位でした。2位でしたか。いや、だってもう野球でいうのは社会人バリバリの、ええ、即戦力ですよ。即戦力も即戦力だってラジオ日経だって勝ちですよあんなの、うん、普通に、はい、でセントライト記念でしたっけ、うん、はい、でもソウルオリエンス、まあ、言っちゃうんですけど子供扱いと言ってもいいぐらいのパフォーマンスで、まあ、香港で負けたのはいい煙幕になってて、あ、で、うん、ここで、ね、地に足つけて日本で使ってくれるだろうと。そうですね、はい、ええ、これはもう大阪杯超絶本命候補ですけどね、うんうんうん、と僕は思ってます。いや、僕も思ってます。 ありがとうございますなるほど、香港で負けたことによってこの後の海外遠征はちょっとないのでそうですね。
ただこれは次前哨戦からもういきなり勝ちますよ絶対。なるほど、はい、というレイベンスティールのキャプテンさんの一巡指名になりました。これは嬉しい。飯島さん、はい、本当はレイベンスティールを2位でというお話はまた、ねね、ありましたけれども、はい、1位はオメガギネス、はい、金馬戦2戦目のパフォーマンスも良かったんですけど、もう3歳秋でダート路線でリステッド勝つなんてそれはもう一流馬の証で、今後 G1 勝つことはもう確約されている。あとは成長が追いつくかなんですけど、はい、今ダートってアメリカのチームもどんどん入ってきて早期に活躍できるようになってるんですよ。昨年のチャンピオンズカップも3歳馬が来たし、だからフェブラリーはオメガギネスだろうなと思っているんで、これにしましたね。なるほど、はい、その、ね、師匠と弟子の思考回路の似てるところそうなんですよね。やっぱりコバに入ると芝路線はちょっと相手が強すぎるところもあるんで、ここからの成長を考えると今の場所からの成長度合いはダートだなと思ってこっち1位にしました、うん、いや僕オメガギネスは3位の予定だったんですよ。あらでこれね飯馬さんで、はい、絶対これ2位でも取れたんですよ、うん、でもその目立ちたいがゆえに1位にしてるんですよね。だからそれ、いやいやいや、そのせいでレーベンスティールで取られちゃってるわけだからこれはちょっと戦略はミスってるかもしれない。なるほど、2位でも絶対取れましたよ多分。なるほど、ね、まあ確かにでもこの後のラインナップ見るともっと取られないと思うんで、あそうですか、これ1位で確実に行きたかったなと。なるほどね。これフェブラリーステークスを狙って、まあ、その後というのはまあ6月までシーズンはありますけれども、まあもうだ、ね、ここはフェブラリー1本狙って。なるほど、やっぱり G1 勝つって賞金的に言ったら他の重賞勝つより全然違うんで、うんうん、まあ、2着でもだからやっぱりそこは、はい、もう G1 狙いで、はいはい、という飯島さんはオメガキネスとなりました。さあ太郎さんはサボーナ。サボーナね、そうですね、うん、あの3歳馬は、ね、ダービーとかオックス狙いでいいと思うんですけど、コバは結構こう大阪杯宝塚ってピンポイントよりも、うんうん、まあ、例えばこれサボーナおそらく日経新春杯なんです。これ5、6千万あるんですよ1着賞金が、はい、でこのまま使いつつかなり力をつけてきていて、まあ、逃げても後位でも競馬をできるし数を使えるタイプなんで、はい、まあ、日経新春杯から例えば阪神大賞典天皇賞春、まああわよくば宝塚ですし、そっちじゃなくても目黒記念とか、まあ、路線いろいろあると思うんで、うん、まあ、そこでこう、ね、1個でも勝って、まあ、どっかで 2,3 着来てっていう風になれば賞金は結構詰めるん で、うん、でこのまま成長力ありますし、まあ、レースぶりも器用なんでね、まだまだ伸びる期待をしてます、はいはい、ですからどの G1 をという狙いではなくてトータル上半期でコンスタントに活躍、ね、まあ、理想としては日経新春杯を勝ってまあ、G1 戦線に出てくれば、まあ、十分やれ、菊花賞の内容からしても十分やれていいと思って、確実に稼いでくれそうだよね、うん、そうですね、確かにそういう意味でこのまま1位にしました、はいはい、というコバの一巡指名は皆さんそれぞれにね思惑が絡み合うという、指名となりました。オメガギネス出ると思わなかったな1位で。この後のね2位以降の指名の戦略も皆さん頭を悩ませるところではあるかと思いますが、ここからは3歳馬の指名と同様にウェーバーという形で順番に指名となります。尾身さんから参りましょう、はいはい、発表いたします。第2回選択希望コバ、尾身ワンレーシング、ドゥラドーレス、ボバ5歳美穂宮田圭介厩舎、はい、ではこれ指名の理由伺いましょう、うん、ドゥラドーレス、まあ、成長分でプラス、まあ、その中距離より長距離を狙いたいっていうところで、うん、長距離の G1 に絡んでこれそうな馬っていう点でドゥラドーレスを選ばさせていただきました。長距離の G1 ということは天皇賞だったりとか。そうですね、ちょっと考えましたよ確かに。ちょっと考えた、はい、穴場感ありますよね。そうそうですよね、うん、超大物感あるけど賞金うまく詰めなかったっていう感じが。尾身さんはドゥラドーレスが2位指名となりました。ドゥラドーレスいいよね、はい、続いてキャプテンさんです。では発表します。第2回選択希望コバ、キャプテン渡辺愛馬会、シャザーン、ボバ4歳立東友道康夫厩舎。シャザーンね、はい、やっぱ能力は高いと思うんですよね、はい、ええ、はい、皐月賞ダービーも友道先生は割と期待してたみたいで、うんうんうん、あの能力を買ってる馬の一頭 で、まあ、セントライト記念負けましたけど相手は、まあね、G1 級のレーベンスティールとソウルオリエンスなんでそんなに悲観することはないかなという感じ で賞金は絶対に積みたいでしょうから使ってくれるだろうという。あ、なるほど、まず、はい、一応大阪杯目指すとは思うんですよね、うん、使わないと絶対出れないですから。そうですね、はい、年明けからバンバン大阪杯で
まあ、4、5着に来てくれればちょっと賞金も詰めるしと、うんうんうん、なるほど、はい、まあ、トーム一級車ですから芝の中長距離で、そうなんですよ、うん、で金子オーナーですから、そうですね、はい、はい、これは結構堅実にそれなりに稼いでくれると思いますけど、うんうんうん、はい、はい、セントライト1、3着をもう1、3着をもう抑えましたね、抑えてます、はい、キャプテンさんシャザーンということになりました、うん、はい、はい、続いてメシウマさんです、はい、では発表します。第2回選択希望コバメシウマホールディングスロードデルレイ、ああマジかおっと、いやそれで迷ったんだ、今なるほど、よかった、なんだったら1位いってやろうかなっていうぐらい、皆さん頭抱えました、ロードデルレイ、これをしてやったりの指名なんじゃ、いやなんか嬉しいですね、僕の指名の後にこっちが湧くと超嬉しいさあこの指名理由ですけれども ね、はい、まあ、新馬戦 の東京戦8の後半4ハロン46秒2って過去13番目の時計なんですけど、かつ、まあ、新馬戦だと、サリエラ・タスティエラ、新エンペラー、ジオグリフとかしかいないと、なんといっても万世のロードカナロア産駒、そして品系も万世のレディーバラード品系なんですよ、ハルワソングとかシングスピール、ダノンシャンティ、デビルズバックとかね、だから新馬戦でそれだけの時計を出しておきながら、かつ血統構成はゴリゴリに万世万世で出来上がってる、じゃあまだここからこの小馬になってきてすごい成長あるんじゃないかなと思い、ここはねこれ行きたかったんですよ、まあ、これ行きたいですよね、はい、迷ったんですよ、うん、多分宝塚距離長いだろうなって思ったんですよね、マイラーって感じもしないですよ、その辺が難しくて、そう、僕もそこ迷ったんですけど、ですよね、その最悪安田に行った時に、うん、ロードカナロアの3区って基本短縮がめちゃめちゃ走るんで、はい、それもいいし、あとマイラーが結構抜けるんですよ、なるほど、世代的に、はいはい、まあ、今本当に強い馬が揃ってる中距離よりもマイル路線って一旦来年になってそれ維持できるのっていう馬が多いんで、うんうんうん、そこは空き巣できるかなっていう、なるほど、ね、安田行ってほしいですね、うんうん、でも賞金は宝塚行ってほしい、これロードデルレイは皆さんも指名候補に入ってました、もちろんですよ、いやもう、ね、皆さんね、わーっていうリアクションがありましたけど、いやもう次の予定、あ、次の予定でしたか、完全に目の前で、目の前で取られちゃったけどね、太郎さんはすいません、ありがとうございます、いやいやいや、はい、ありがとうございます、そんな太郎さんが次の指名順です、ロードデルレイを取られたことによってどう戦略が変わってくるのか、では発表します。第2回選択希望コバ太郎ドラゴンズサーマルソワリング、牝馬、立東藤原秀明厩舎、牝馬のしかもこれダートということになりますね、そうですね、これはですね、まあ、次走おそらくクイーン賞なんですよ、牝馬交流路線を本当まあ総なめできるぐらいの、まあ、ダートでのこの能力はそこに乗ってこれる馬だと思うんですよね、でドゥラメンテ3区で成長力もありますし、でクイーン賞って1着賞金3000万ぐらいですかね、でその後、まあ、エンプレス杯とかもあるんで、この路線行けば、まあ、普通にこう3000万4000万をこう稼げる、勝ち切れると思うんですよ、これコバの王道 G1 路線で稼ごうとしたら結構大変なので、はい、まあそうなんですよ ね、うん、そうですね、確実にここ出てきて、うん、まあ、勝ち負けになるだろうっていう意味では結構楽しみがあるかなという指名ですかね、牝馬のダート路線はね、皆さんまだここ指名はなかったですね、いやちょっとね、そこまで伸びなかった、めちゃめちゃそれも僕迷ったんですよ、めちゃ迷いました、そこその僕も牝馬交流路線めっちゃいいなと思うんですよね、でも今生きのいい牝馬バンバン出てきてるじゃないですか、まあね、 その路線が、うん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 、だからそこかなと思っちゃったんですよね、はい、ここにまあちょっとの指名できず、はい、うん、ということで皆さん2位指名が確定しましたですね、はい、では最後の3位指名、ここは順番逆になりますから、もう一度太郎さんです、はい、はい、太郎さん、いやそうっすよね、来ました、第3回選択希望コバ太郎ドラゴンズサリエラ牝馬美北ニエラ栄厩舎、ね、サリエ ラ, サリエラ、まだ、はい、まだ現役は、ね、続きますね、そうです ね、まだ年齢的にも、ね、5歳なんで大丈夫だと思います、まあこれねサロミナの、まあ、3区なんで基本的にはやっぱ万世型、これから成長する馬だと思うんですよね、
で牝馬なんですけど、まあ、昨年の、ね、目黒記念でも結構こう内容的には、ね、全然ボバ相手にも戦えるものを示してますし、まあ、エリザベス女王杯もちょっと、ね、馬場が向かなかっただけで、はい、うまくいけば全然 G1 を勝ってる馬だと思うので、まあ、一番の狙いはやっぱ宝塚記念ですかね。まあ牝馬が強い大阪杯だとちょっとなんか差し遅れそうな感じもするんですけ ど、うん、そこ一発こう狙える馬で、まあ、重賞も、ね、どこか出てきてくれると思うので成長力に期待したいですね。サフィラも指名でした。そうですそうです、はい、ね、あの同じ兄弟同じ、そう兄弟指名で、やっぱこう成長する血統なので、まあ、このコバの場合は特にね伸びしろが大事だと思うのでね、いいと思うんですよこれは。こんな綺麗にやり返されます？あ、いや、やっぱ実は、いや僕ねそんな気がしてたんですよ。その予定だったんですね。石原さん、サリエラの予定でした。うわと思ってサングラスかけて覗いたんじゃないですか。いやーというね、第3位指名太郎さんはサリエラということになりました。サンサーとコバで兄弟での、ね、指名ということになりましたけれども、はい、さあそれでは飯島さん参りましょう、ちょっと待ってくださいね、はい、はい、では発表します。第3回選択希望コバ、飯島ホールディングス、ビビアングラス、はい、ボバ4歳ですね、一等矢作吉と厩舎、はいはい、これはキャプテンさんとある意味対抗できるようなところだし、まあ、僕はねキャプテンさんセントライトの1、3着行きましたけど、僕は京都新聞杯3着を狙っていく、こっちの関西の路線、うん、なるほど、はいはい、でまあリビアングラスはね、これは菊花賞前の阿賀野川ステークスが過去一のレースなんで、歴代でも 最高菊花賞狙ってたら案の定ノースヒルズ名義だったのがレース前に前田オーナー名義になる走るパターン、もう本気ノースヒルズの走るパターン本気ってやつがもう出てたんで、菊花賞もちょっと、ね、4着で惜しかったんですけど、この年内で条件戦使うんですよ実は。あ、2023年のうちに条件戦を使うと、はい、この収録の後ですね、収録の後を使うので、はい、まあ、そこで賞金しっかり獲得して来年なのでちょっと楽しみだなと思って、うん、はい、取られちゃったんでね。いやでもリビアングラスいいですよね。どちらかというと太郎戦法でいきました。太郎戦法ね、はい、稼いでくれそうな、はい、というリビアングラス、飯島さんの3位指名となりました。ではキャプテンさんです。では発表します。第3回選択希望コバ、キャプテン渡辺相葉会、ジェイパームス、ボバ4歳美穂堀範之厩舎、はい、まあね、キラーリティの下なんですけども、ど、まあ、両決で、まあ、終わったかなと一瞬思わせたんですけど、この間東京でまあまあそれなりの勝ち方をしまして、うん、三馬審査で、はい、まあ、堀厩舎なんで上手に育ててくれれば、まあ、大阪杯宝塚記念なくはないかなと、うんうんうん、はい、まあ、もともとはね新馬戦は結構のスケールの勝ち方してね、ここで勝ったことで軌道に乗ってくれれば、はい、持ってるポテンシャルはなかなか高いと思うので、はいはい、ということで全てキャプテンさんは4歳のボバになったわけですね。やっぱりそうしましたね僕は、もうなんかもう今さら5歳とか6歳をにちょっと乗れなかったですね、うんうんうん、はい、やっぱり、まあ、4歳まだ分からないじゃないですか、うんうん、伸びしろがね、はいはい、伸びしろの方を取りました、はいはい、ということでキャプテンさんの3位はジェイパームスになりました、はい、では最後におみさんお願いします、はい、では発表します。第3回選択希望コバ、おみわんレーシング、ウンブライル、牝馬4歳美穂木村哲也厩舎、ね、去年ごっそりマイルの猛者たちが引退したんで、はい、マイルを狙うべきだろうというところで、メシウマ志向になってるじゃん完全に、はい、やっぱり師匠からねいろいろ教わってる、教わってるから、で NHK マイルで、まあ、大雨なんでその実際のところどう合うのかはまだ分かんないところもありますけど、大雨の中ボバに紛れての牝馬で2着は強いだろうっていう、だからマイルのもう一人の僕だってビクトリアマイルとかでね、そうです、そうです、まさにビクトリアマイルのもう牝馬限定で、うん、じゃあマイル戦ってごらんなさいよっていう、なるほど、でそこで結果が出たら安田記念っていうね損害パターンもありますもんね、ありますから、そこをね狙っていきたいなという、なるほど、なんかすごいいい指名な気がする、ウンブライルはいいっすね、それなんかもう全然賞金でちょっと見てなかったです、うん、賞金9800万、あ、またギリギリの、これはいい、これはかなりいいかも、確実に重賞出てくるっていうのは、まあ、それだけで結構、いい成績もかなり安定してるんで、新馬の時からすごい評価高かったんですよ、この馬、うん、
です。ということで尾身さんの3位指名はウンブライルとなりまして、皆さんの駒の指名が出揃いました。さあ、それぞれ皆さんどうですか。取りたかった馬はね、取れなかったお二人がここにいますけれども、レーベンステイルは本当に芝の G1 取ってもおかしくないですからね、おかしくないそこかな。あとやっぱウンブライルだって感じですかね、ウンブライル、なんかウンブライルっていいですね、ウンブライル、なんかオミワンレーシングの手堅い指名がちょっと怖いですね。最終指名だったのにこんな褒めてもらえると嬉しいです。ちょっと ね、いや盲点だった、抜けてたね。あとこの馬取りたかった、この馬出てこなかったみたいなこと言いますね、はいはい、あ出てこなかったやつ、うん、僕これ出てきてもいいのにな。ダート路線だったらサンライズフレイムとかオーサムリザルトとかペースセッティング、この辺結構全部 G1 で走れそうだなと。ブライアンセンスとかね、ちょっとブライアンセンスもね、そう入れたかったんだけど、もうちょっとかかる下半期とかになりそうだなと。ちょっとなんかこの上半期で勝負できそうじゃないじゃないですか。そうなんですよね、もうちょっとここそうが、ということで3歳とコバとそれぞれね、3頭ずつ計6頭を指名しましたけれども、どうですか、コバはちょっとだったけど3歳で頑張ろうとかその逆とか、皆さんどうですか。僕は両方とも1位はかなり期待してるので、結構こけてもらったら困るなって感じで、2位と3位はちょっとどうなるか分かんないかな。尾身さんどうですか。指名したいと思ってたところは指名できたんで、あとはまあ路線をちゃんと変えて指名するっていうのを意識したんで、その分ちゃんとみんながそれぞれちょっとずつ賞金を稼いでくれればいいかなというところですね。尾身ワンレーシングのチーム戦ですね。はい。太郎さんどうですか。太郎ドラゴンズはコバはね結構自信はあるんですよ。コバは、3歳はやっぱ一撃期待したいですね。やっぱどっちかというとこう、ロマン使命的な感じにはなったんで、負けるととんでもない目に遭うやつですね。ロマン使命はね、振り幅がね大きいですからね、そこはね。飯島さんどうですか、指名馬は。はい、僕は3歳のもうダービーオークス狙いが両方通ったんで、結構今気持ちよくなってます。ということで皆さんの指名馬が出揃いました。ぜひ視聴者の皆さんもですね、あの馬が出てないよとか、僕はこの馬が注目だよという馬がいましたら、ぜひコメント欄にね、記入をお願いしたいと思います。それから誰が勝ちそうかの予想、そして、この動画楽しんでいただけましたら高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。さあ、以上で全ての指名が終わりましたけれども、今日の感想を、ね、伺っていきましょう。飯島さん、はい、楽しみにされていたということですけれども、超楽しかったです。途中ちょっと楽しくなりすぎて鳥肌立つぐらい楽しかったです、はい。いやいやいや、これは楽しんでいただけて、なおかつ、ね、指名した馬たちも活躍してくれれば言うことなしですか。そうですね。あとは僕の指名の後にこっちが湧いたのが嬉しかったです。あれの気持ちいいですね。気持ちいいです。はい。はいはい、太郎さんいかがでした。いやそうですね、やっぱドラフトの醍醐味といえばまずくじ引きじゃないですか、はい、なんかちょっとそこにね携われたっていう、我々だけがあとまあもう一つ見せ場はこう目の前で消えてくっていう、なんかちょっとその気持ちも味わえたので、まあこれね半年後に見てね、こう自分が喋ってるのを見て、あなんかバカなこと言ってなってなるのかそれともね、なんか おってなるのかね、ちょっとそういうことしは楽しみができたなという気がします。お店いかがですか。いや僕その野球も好きなんで、僕ベイスターズファンなんですけど、やっぱりそのドラフトって結局その振り返った時に答えが出るんで、はい、そのああのその指名いいねとか言ってても、もう結局は今はただの非常の不安ですから、そうですね、そう最終的に俺堅実だったのに良かったじゃんって言われたいなと思っても、この半年楽しみにしていきたいと思います、はいね、ぜひ師匠を超えていただきたいですよね。いやもう絶対に、はい、キャプテンさんいかがでした。まあ、あの指名はね一番人気になっちゃうような馬ばっかなので、上位がちょっと馬券には行かせないと思うんですが、ジェイパームズだけ馬券で行かせたらいいなと今ふつふつと思ってますね。やっぱ結局馬券にも生きてほしいじゃないですか。そうですね、ここで指名してね、その馬が走るだけじゃなくて、馬券にも生かしたいので、ちょっとジェイパームズ人気をするときに多少思いっきり買おうと思います、いやでも今日ここで公開してしまいましたのでいやいや大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、はい、はいはい、ということでですね、この現役馬ドラフト、今回は2024年上半期編ということでございまして、半年後、ね、今から半年後に結果編をお送りしたいと思います。結果編とそして下半期の指名も予定しております。今回の指名で活躍されて
トップになった方には金一封を差し上げます。やったー、これは。はい、ぜひ金一封を目指して、まあもう指名は終わってしまいましたけれどもね金一封になるように願っていただきたいと思います。そしてビリの方には、まあ、罰ゲームはございませんが、まあ、単純にちょっと恥ずかしいかなと。そうですね、特にこう、ね、予想家の2人はこれは恥ずかしいですよ、ね、最下位になってしまうと僕に負けたって言い続けますよ恥ずかしいなそれは、はい、ということで半年後どんな結果になっているでしょうか。皆さん結果編をお楽しみに待っていただきたいと思います。それではまた結果編でお会いしましょう。以上現役馬ドラフト2024年上半期編でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。